諸君、戦況に新たな動きがあった。本日0750ローサイス管区の偵察官が帝国の大艦隊を北海で発見。ローサイス管区、ノア管区、ポーツマス管区の各イギリス艦隊が迎撃のため出航した。北海、反帝国同盟の中心であるイギリスから制圧しようと考えたのでしょうか。かもしれんな。実際イギリスが倒れれば反帝国同盟も瓦解しかねん。いずれにせよこれまで以上の激しい戦いになることは間違いないだろう。我々解放軍からも増援を出すことに決まった。機関も直ちに出撃準備を進めてほしい。了解しました。いよいよここが正念場だ。艦長以下クルー諸君の健闘を祈る。凪少尉、敵艦隊の規模はどうか。先行している水蒸気からの報告によれば、現在北海に展開する敵兵力は4個艦隊に相当するとみられます。4個艦隊、欧州戦線では今までにない大規模な攻勢だな。強襲揚陸用徴兵器を失ったことで、むしろ正攻法に切り替えたというところでしょうか。徴兵器を何とか倒したかと思えば、今度は大艦隊ですか。やれやれ、キリがありませんね。それで飢餓の戦力展開状況は。現在戦線は4海域にわたって展開、一触即発といった状態です。敵使用戦力は戦艦並びに巡洋艦、後方に航空母艦の展開も確認されています。飢餓の戦力比率はおよそ2対5と推定。少なく見積もっても倍以上か。厳しい戦いになるな。我が艦は味方艦隊の中でも最も戦力の手薄なノア艦区の支援として出撃することになった。険しい戦いが予想されるが、諸君らの力をもってすればどんな難局も切り抜けられると信じている。艦長のご期待に添えるよう全力を尽くします。総員、直ちに出撃準備。
Thank you.
目標追加。総員警戒態勢、全速前進、航空機出撃せよ。迎撃態勢を取れ、迎撃態勢を取れ。迎撃態勢を取れ。敵艦撃沈、迎撃態勢解除、敵艦
態勢を取れ。迎撃態勢解除。敵増援出現。副目標追加。迎撃態勢解除。敵艦撃沈。敵艦撃沈。迎撃態勢解除。敵艦撃沈。体制解除。敵戦艦撃沈。迎撃体制を取れ。迎撃体制解除。敵艦撃沈。敵戦艦撃沈。敵艦撃沈。敵戦艦撃沈。副目標達成。迎撃体制解除。迎撃体制を取れ。迎撃体制解除。敵戦艦撃沈。敵艦撃沈。迎撃態勢を取れ。迎撃態勢解除。敵戦艦撃沈。迎撃態勢を取れ。敵戦艦撃沈。迎撃態勢解除。迎撃態勢解除。迎撃態勢を取れ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 。迎撃態勢を取れ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 。迎撃態勢解除。迎撃態勢解除。迎撃態勢解除。解除。
迎撃態勢を取れ。戦成功。当海域を脱出しましょう。帝国艦艇撤退を開始しました。我が方の勝利です。正直ここまでやれるものとは思っていませんでしたね。今回の損害によって帝国も今後の作戦展開にかなりの制限が課せられるでしょうね。しばらくは今回のような戦いはせずに済むということだ。ありがたいな。